それは。あ、違う、そのことじゃない。え？隣の奥さんがすごい全部買ってた。俺4つだけ取ったから。え、それだ、転売だよ。で、手で買ってきたの。あ、ジミン、あ、シュガ。シュガ。うん。あ、それしか良かったんだ。うん。あ、他も全員ないんだ。あ、手であったかな。え、間違えちゃった。シュガ別に。あ、いらなかった。うん。まあいいや。やっぱ昨日なんで買うの。なんか全部買ってた。まあ多分今日ないだろうなと思う。多分今日はもう厳しいかなっていうのが若干あった。わかんないよ、俺キャラ全然。いやじゃあ来て。いや多分昨日入ったって時点で多分昨日行った方が間違いないなっていうだけ。うん。最初見てる人絶対あれだよ、先輩や。うん。びっくりした、隣でなんか全部買ってんだもん。ガーって超びっくりしたよ。まあ焦げんとかつけてないから。うん、さすがにちょっと怖かった。まあ俺買っていいのかなと思っちゃった。いや、いいんじゃない。1個ぐらいちょうだいよと思って。まあ転売屋が嫌われるゆえんの行動の一つで、行動が怖かった。キチがいじめてる。怖かった。いや、ただキチがいじめてる。シュガの方買っちゃった。え？シュガの方買っちゃった。マホちゃんっぽいかな。あれどっちだっけ、マホちゃんっぽい。どれもそれっぽく見えないから私には分からない。ピンク色のやつ買っちゃった。わかんない。ピンク色が分かんない。おばさんだったんですか。そうだ、チョークでしかなかった。え？チョークでしかなかったよ。全部入れてたもん、紅茶ガーデン16本ぐらい。いや、そんなないと、もう3種類しかないんだけどな。12本あればよくねみたいな。どうしてもそれ買ってくれるんですよねって話だから。え、このコロナ禍で一度手にしたものを戻さない、そんな狂気にはしないですよねって言いたくなる。ここに入れた時点で買う気あるってことだから戻すのって言いたくなる。欲しいなら欲しいって言ってくれよかったのに。いや、あなたいらないって言ったから。え、ネックスラップ。やっぱあれはいいやって言ってたから買わなかったの。あなたが高いからいらないよねって言ったらどうですか。知らないよ。なんだ、あれが欲しいのなんだそりゃ。早く言ってくれよ。だから買わなかったんで昨日。まあ、また入荷するでしょ。で、次何が欲しいの。テテ、ジミだけでいいやった。はい、よ。まあでもメンバー誰でも好きだからどれでもいっちゃいいんだけどね。うん。
まあ、お尻が手に入るのが一番嬉しい。うん、あ、ちょちょちょ、また放浪するよ。むしろ天外おばさんがちょっとやばと思って、びっくりしたよ。4つだけかなと思ったら多分全部買ってたと思うよ。テンバーだ、テンバー、うん、一気にガーって言ってた。ああいう気違い行動が多いから転売屋嫌われるんで、うん、まあルール制限も何もないから対人さて何があるんでって言われたらそうなんだけど、自分のことしか見えてないで大量買いするのが転売屋。怖い。他の人のことを考えられる人はただの思いやりあるしね。考える考えないとか怖かったよ、単純に。いや俺なんか怒られるかと思ったもん。そら大事なーっつって怒られなかったよ。あのね、言わないんだよ。基本転売は陰キャ多いから。それは言ってこないんだよ。ただ中国人だったら言ってきた方がいい。それは私のよ、あなた何撮ってんのよ。中国語でそんなこと言われたら日本語下手すぎて何言ってるかわかんないよって言って帰られた。別にいいよ、ここは資本主義国ですっていう地理滅なこと言って下げるからここは資本主義国なんで諦めてください。大体納得してくれそう。お参り行こうかな。はいよ。ちょっとお参り行ってから帰るわ。おい、日傘さ、犬に合わせたらすっげー低くなるからコンディーボガードになっちゃった。しょうがない。オッケー、かわいいやつ。そんな直射日光あんま犬に当てたくないし白内障になっちゃう。じゃあまた。